37歳の男女性用カツラをかぶりセーラー服姿で中学校を侵入校舎2階男子トイレまで逃走も取り押されられ逮捕ということで愛知県岡崎市の中学校にセーラー服を着た上女性用のカツラをかぶって侵入したとして37歳の男が逮捕されました逮捕されたのは岡崎市の会社員杉本容疑者37歳です 警察によりますと杉本容疑者は24日午後4時半ごろ岡崎市内の中学校に正当な理由がないのに侵入した、えー製造えー、建造物侵入の疑いが持たれていますと、えー、校舎の入り口付近ではこの、えー、中学校のセーラー服を着てショートヘアのカツラをかぶった杉本容疑者を男性教諭が発見杉本容疑者はその後校舎2階の男子トイレまで、えー、逃走しましたが、えー、男性教諭の え身,がに身柄を取り押さえられましたと調べに対し杉本容疑者は間違いありませんと容疑を認めていますと周辺の中学校や大学でも杉本容疑者と見られるセーラー服姿の男が目撃されていて警察は盗み目的で学校へ侵入を繰り返していたとみて余罪を追及していますということでね、うん、37歳の女性用のカツラをかぶってセーラー服で侵 中学校進入ということなんですけども、これは、ね、なんでその女子の方に変装したのかっていうのが、ね、謎ですよね、まだその男子に変装した方がばれにくかったでしょうし、えー、やっぱこういうなんか、あのー、盗み目的で学,、ね、学生時代にその部活の制服とか体操服とかね、一気に紛失したっていう事件はね、こういう。 ね、人がいるから、ね、亡くなっていっちゃうんでしょうね、これが、えーまあ、見つかっただけでね、うんまあ、おそらく、あのーね、盗まれた方もねこも気分悪いですし、ね、階段を押さなきゃいけないし、本当気持ち悪いですしね、ね精神的にも辛いですよね、もしかし、ね、これ37歳が堂々と昼間に、ね、中学生に化けて、それはなんか罪には問われないんですかね。あの 見た人も精神的に結構辛いと思うんですけど、もねこれ本当の本物の、ね、女の子にね見えるとでもね思ったんでしょうかね、ちゃんとこれ、事前に鏡でね見てからね行ったんですかね、うん、まあ、あとこれ、あの校内でね発見して追いかけたね男性の先生ですねえ、必死に追いかけながらもう頭の中ではなんだこれはっていうねパニック状態だったんじゃないのかなと思いますよねほんとこれ取り押さえればね。 あのドキドキしたと思いますね。うん、本当にね。お疲れ様でした。ということで、えー、本日のニュース、えー、たまになったって方はチャンネル登録高評価をお願いいたします。では、次のニュースでお会いしましょう。それではさようなら。